それでは制作していきます。まずはボディを作っていきます。ここから始まってここまでですね。こちらがボディのパーツです。組み上げていきます。それではシールのお時間がやってまいりました。こちらのパーツに表情シールを貼っていきます。こちらのノーマルタイプを含めて全部で6パターンの中から選ぶことができるんですけど、そうですね、今回は無難にこのノーマルタイプでいってみましょうか。ノーマルタイプは1番のシールですね、これを貼っていきます。すごいですね。1ミリのズレもなく、シールのこの幅がぴったりなんですけど、ここがね、はみ出てるんですよ。こうなるので、下の部分がはみ出てるんですよ。これ折り込んでいいのかな？そのための切り込みなのかな？これ。どうしよう。とりあえず折り込んどくか。はい、どうでしょう。まあまあうまく貼れたんじゃないかなと思います。でもやっぱり曲面に貼るシールは結構気を使えますね。それでは続けていきましょう。はい、ボディができました。結構複雑な形ですね。ペンギンモチーフということで、この黄色い三角の部分がくちばしなのかな？かわいいですよね。可動箇所が多いんですが、可動の仕方がいまいち把握できてなくて、ここを開けるとプチカプルが入るようになってるのかな？あー、そうですね、それらしき空間があります。そしてとりあえず全部畳んだら丸くなるのかな。やってみよう。あ、丸くなったすごい、手のひらで転がせるサイズです。火力よりも機動力よりも可愛さが全てということだけあって、ほんと可愛らしいですよね。次は両足を作っていきます。こちらが両足のパーツです。
組み上げていきます。両足ができました。うん、確かにペンギンっぽい足してますね。可愛らしい。見た目とは裏腹に意外と稼働しますね。膝って言っていいのかな、このぐらいまで曲がります。結構ガッチガチなイメージだったんですけど、このぐらい稼働するんだったら十分じゃないでしょうか。次は腰を作っていきます。こちらが腰のパーツです。組み上げていきます。はい、腰が完成しました。次はボディと両足、そして腰を合わせていきます。まずはボディと腰を合わせます。はい、次は両足を合わせていきます。はい、ここまでできました。まだ両腕ができてないんですが、この状態が丸まりモードと言うそうです。丸まりモード、ベース機と同様に巡航形態へと変形可能だが、ももはその見た目から丸まりモードとストレートな命名を行った。巡航機能の強化だけでなく、回避行動時に使用したり、機体自身を質量兵器として相手に強烈な体当たりを敢行したり、その運用法は多岐にわたるということです。なるほど、この携帯にも可愛い名前をつけてしまったというわけですか。すごいな。この状態で相手に突っ込んでいって攻撃したりもできるわけですね。行動の仕方は可愛くないな。そしてここですね、これがお腹のビームと言うんだそうです。お腹のビーム、ベース機のソニックブラストはお腹のビームという身も蓋もない名称に変更されてしまった。呼び方は可愛くなったが、その威力は全く可愛げがないということです。本当はソニックブラストっていう名前がついているわけですね。それがお腹のビームという名称に変更されてしまったと。そこまで可愛いに徹底してるんですね。この状態だとペンギンをモチーフにしているっていうのは分かりづらいんですが、それでもこのフォルムや色使いで十分可愛らしさが伝わってきますよね。なんか丸いものって無条件で可愛く見えちゃいますよね。いやー、なんかまんまと策略にはまってるような感じがするな。お前卑怯だぞ。